原口さん、そんなんだからインフルエンサーからプププって言われるのではこれはかなりひどいよ。皆さん、こんにちは。ハニゃです。本日は2023年2月25日ですね。で、この動画では前回動画でも問題視した立憲民主党の原口和弘議員の問題発言を皆さんと確認したいと思いますので、最後までお見逃しなく。では、今回の目次はこちらです。では、早速こちらのツイートをご覧ください。 こちらは立憲民主党の原口和弘議員の2月25日午前10時50分のツイートですね。以下引用です。 藤原直也さんや及川幸久さんは陰謀論者で国会議員が引用するなという人がいます。私たちは政府と NHK が報じることだけをもとに仕事をしていたのでは話になりません。そもそも陰謀論と言われたいくつかは情報開示が進み、本当だったというのも少なくありません。優れた知性と分析力を持つ方は貴重です。以上ですね。でね、これは相当やばいと思いますよ。 あ、ちなみに私は、及川氏や藤原氏が陰謀論者かどうかは判断しませんよ。そもそもお二人について大して詳しくないですし、まあ、いらんことを言えば名誉毀損になるリスクもありますから。しかし、この原口さんの発言は批判されて叱るべきです。断言していい。 なぜなら原口さんは陰謀論者を引用する意味はある。そもそも陰謀論と言われたことも実は本当だったこともあるので馬鹿にもできないみたいなことを言ってるわけですよね。そして陰謀論者であっても知性と分析力は評価されるべきという一般論を展開されてる。で、これはやばいでしょそもそも国会議員は本来そのような信用を持つのはおかしいのですが、国会議員の発言は一定の信用性を持ってしまいますよね。 ですから国会議員はその発言にある程度慎重になるべきでしょう。しかし原口さんは陰謀論の中には後日本当と分かったものだってあるんだということなどを根拠に陰謀論、すなわち根拠が不明でそれに基づいて動くべきではないような情報を拡散することを是としているわけですよね。これは狂ってますよ。 もちろん、原口氏が拡散した情報を何も考えずに調べることなく信用して行動する人間が愚かであることは間違いないですよ。しかしながら、それを先導している原口氏もとてつもなく問題です。後日本当のことだとわかったものは少なくないとして、じゃあ後日嘘であることがわかったものについてどう責任を取るのかって話も中ぶらブラリンですよね。で、このチャンネルではこの数年原口氏について追いかけてきました。 そこで今回の原口発言に関連するお話を数点皆さんと共有したいと思います。まずはよく私が言及する原口氏とイベルメクチンの話ですね。皆さんも覚えてるかもしれませんが、コロナ禍においては様々な薬が話題になりました。 その代表例の一つがアビガンでしょうね。現在、日本においてアビガンがコロナに有効だという話は出ていないと思いますが、2020年では厚生労働省と関係ある医師はみんなアビガンを確保しているとか発言する医療関係者や、また某朝のテレビ番組ではアビガンを国民に配りまくればコロナなんてすぐ終わるよみたいな発言をしていた人もいますよね。そしてもう一つ話題になった薬品といえばイベルメクチンですよね。 これは、寄生虫に効くということや、他にも一定の目的のために使われている薬であり、日本の大村博士の発見によって作られた薬なんですよね。この薬が世界中で実際にコロナに効果があったという話が出たために、日本でもコロナに対する承認をしてくれって話が出たんですよね。しかし現在、日本では治験の結果として、コロナに効果があると認められなかったということになってますよね。 で、私はもはやコロナにイベルメクチンが効くと言ってるのはやばいと思ってますが、まあそこはいいや。そこが今回の動画の本質ではないですから。問題は原口和弘議員のこの発言ですね。こちらは2021年3月21日の原口氏のツイートですね。以下引用です。 特効薬イベルメクチンを製薬会社がカタクナに隠す理由。開発中の新薬が売れなくなる。もしこれが事実なら鬼畜の商業。人の命をないがしろにする行為。イベルメクチンの販売の権利だけでなく、市場に存在することも否定される行為ではないのか。以上ですね。で、これはデイリー信条の中で言及されている、イベルメクチンが安価な薬なので、イベルメクチンの製造メーカーであるメルクが儲けを考えて行動している、みたいな話のエントリー 市長線上にあるんですね原口発言は詳しくは概要欄参考記事「原口メルク」を見てもらうといいかもしれません。で別に私はこの記事を陰謀論とままでは言いませんよ正直言ってあまりいい記事とは思いませんが当時としていろいろな説があるということと思うことも可能かもしれない。 しかし原口さんはこの記事の中の一部の説に乗っかって事実ならメルクのやってることは鬼畜、市場にいることすら許されないのではという話をしてるんですね。で、この話結局どうなりましたかってことなんですよね。原口さんに私は数回ツイッターでこの後、この件について調査しましたかと聞いてますが、見えてないんでしょうか リアクションはありません。はい。要するに原口さんは、この情報を拡散させるだけさせて、特に続報を出してないんですよね。事実なら鬼畜とメーカーに対して言った後に、事実がどうかの調査もせずに放置する。えっと、最初の原口さんの話では、陰謀論でも中には本当だった言葉あるから、うんんとか書いてましたよね。 しかし、このメルクの件については、原口さんはその後に何かしら調べた痕跡がありません。少なくとも、どうなったかという質問については放置ですからね。この態度はまずいでしょだってこれだと、陰謀論について特に根拠を精査することなく拡散した原口さんは、その陰謀論が実際に正しいかどうかについて、なんだ調査することなく、拡散されてしまった情報について、なんだ責任を負わないってことでしょ 陰謀論を一定の信用を得ている国会議員が拡散することの問題点を原口さんは放置しているわけですよね。本来はある程度調査した上で、それなりの信憑性がある情報を拡散するべきだと思いますが、原口さんは後日に調査などをして、おかしい情報だったら訂正するという態度すら放棄しているのではまた原口さんは原発処理水の海洋放出を菅政権が決めた際にもおかしいことをしていましたよね。 で、原口さんはアメリカのちょっといわく付きの商品のサイトの記事を引用して、世界に向けて日本が危険なものを海洋放出しようとしているということを発信したんですね。だって原口さん、英語でツイートしてましたから。しかしそれが炎上し撤回しています。詳しい話は以前動画でもしていますし、テキストで見たい方は、桑道さんという意師がブログにまとめられているので、概要欄をチェックしてみてください。 ちなみに、桑道さんに問題のツイートのスクショを提供したのは私なんですけどね。で、その際に原口さんはさすがにやばすぎたからでしょうかね。問題のツイートを削除して謝罪をしています。その際に、このようなコメントもしていますね。以下一部引用です。私は英語で風評被害を流す動機は一切ありません。 以上の文書の私の理解も読解力不足で私が間違っているかもしれません。以後誤解を与えないように最新の注意を払いたいと思います。重ねてお詫びを申し上げます。以上ですね。まあ正直言ってこれでお詫びになっているかどうかもよく分かりませんが、一応おかしな情報を流さないように注意するって言ってるんですよね。はぁ、あ、そういう人が今度は陰謀論を拡散していいって言ってるんだ。はぁ、あ ちなみにこの処理水問題での謝罪文、全部日本語なのよね。英語で海外向けに意味不明の話を拡散して、意味不明に日本を既存した人が、日本語で謝罪してどうするんだと。まあ原口さんのことを国会議員と思ってる人は多分日本人だけだと考えれば、まあ日本語の謝罪でもいいでしょうが、英語でおかしなことを拡散したんだから、英語でその修正もしろよとは思うよね。 で、基本的にはデマを流すことってまずいんですよね。あ、勘違いしてる人もいますが、デマって嘘って意味じゃないってのが一般的ですね。もちろん嘘も含みますが、根拠不明なことも含みますよね。そのようなものを世間に流した場合、まあ、ろくな結果にはならないわけですよね。一度誤解した人の考えを修正するのは大変ですよ。そして民間企業についてのデマは、ただの名誉毀損ですよね。正直、原口さんの行為はメルクに対する名誉毀損だと思いますよ。 で、私も動画を作る際にソースを確認します。基本的には一時ソースが欲しい。だから私はツイッターのコメントを多く使うんですね。だってそれは本人のダイレクトなコメントですから。秘書がやりましたという言い訳は本人名義でしてる場合は通用しませんし。そしてそのようなソースが確認できない場合には、なるべく2つ以上の媒体での記事や、もしくは政治家本人が反論するために、 一日程度話を寝かして、反論がない場合には記事を信用するなど工夫をしています。おかげでおそらくデマらしいデマは流してないんじゃないかな知らんけど。原口さんは国会議員としての拡散力、信用力を使っておかしなことをしすぎだと思いますね。そして今回の陰謀論についての考え方というのは相当やばいと思いますよ。これ、立憲支持者こそが原口をどないかせえって立憲側に言わないといけないと思いますね。 私は原口さんが次の総選挙で当選するべきではないそんな国会議員だと思ってるんですけども皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね皆さんの感想コメント欄でお伝えくださいあちなみに動画の中で取り上げました桑道さんは youtube チャンネルも運営されていましてそこではね怪しい医療系のネタなんかに関して デマをカンパする、そういう風な動画も作られてますので、結構ね、面白い動画になってますので、概要欄にチャンネルリンクを貼っておきますので、そちらのチェックもよろしければしてみてください。私と何の関係もない人ですが。ではね、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメント拡散などもお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。